さんこんにちは、さよせぼころです。今回はですね、りさちゃんのクラブセッティングを聞きましたという動画に来たコメントについてお答えします。まあ、私が答えるんでりさちゃんではないんですが、りさちゃんだったらこういう感じかなみたいな感じで答えます。りさちゃん、いいスイングされてます。アリームは知恵っぽく、でも粘りがあって素敵です。スイングしてる。りさちゃんはね、ほんとリズムもいい、タイミングもいい、スイングもいい、喋りもいい、パーフェクト。次いきます。りさちゃん可愛くて面白すぎね、面白いですよね。ちょいちょいあの最近言うことも結構面白くて私のツボにハマってます。りさちゃんのウテンのジャーが最高ね。りさちゃんはユーティリティが打てません。あんなにね、いいスイングしてるから打てないクラブとかあるのとか思うんですが、どうやらユーティリティはすごく苦手なようです。オノフの黒の9バウンドなんて初めて見たよ。スペシャルなクラブなのかな。多分ね、昔作ってたクラブって言ってたかな。それをもうなんか今は9バウンドが廃盤になったのか作ってないのかわかんないんですが、それをりさちゃんずっと使ってるって言ってました。りさちゃんのスイングを真似したいです。ティーショットを正面から見たいです。了解です。正面のティーショットを多めに撮影するように心がけます。ユーティリティは初見でも難なく打てるのに、ウッドは5すら練習しても練習してもコースで使い物になりません。練習場では打てるようになってきてはいるので、あとちょっとあとちょっとと自分に言い聞かせながら練習を続けています。りさちゃんのようにユーティリティがダメだから全部打とうとか言うのに逆回りと思って、3番ユーティリティ入れて3バウンドの距離を出せるクラブがありません。ぜひアマチュアが苦手とするウッドの捉え方、考え方として打ち方としても練習方法を教えていただけないでしょうか。ご検討よろしくお願いします。あ、ウッド、そうですね、私もウッドはやはり得意な方ですね。アイアンに比べると大きなミスも出ないイメージがありますね。誰だろうな、うちでウッド得意なの。ちょっと年明けにでもちょっとウッドについて検討してみます。はい、いつも見てます。右のコースマップにセカンドサードショットの位置を表示していただければ、どこから打ってるのかイメージが分かりやすいかなと思います。なるほどね、これやりたいんですけどね、なかなかあの毎日更新っていうのが結構ありまして、そこまであの表示を入れるのは結構時間がかかると言いますか、まあちょっと今後のね方針の中に入れておきたいなと思います。私もアイアンをゼクションの中古に変更したんだけど、ピッチングウェッジと52度の間が開きすぎるので48度追加しました。私も次が58度なので56度検討中です。オノフは私の父がずっとアイアン使ってます。打ちやすいんですよね。ねえ、やっぱラフの抜けとかすごいいいみたいですよ。はい、52と48、あ、そう、そういうことか。そう、結構空いちゃいますね。52と58だと48度追加してもいいかもしれないですね。りさちゃんのセット見れて嬉しいです。長く使った9バウンド、芯の中心に当たったフェースの味の出方がまさしく黒子、それこういうのが見たかった。りさちゃんはスイングも綺麗だし、左にチーとか右にペーとか事件とか、ゴルフを楽しんでるのはとっても素敵です。できたらもっとたくさん出演してほしいです。確かに言うな、りさちゃんこの言葉。はい、もっともっとね、来年はりさちゃんたくさん見てもらいたいと思います。58を56にしてる理由は、確かね、バンスって聞いてますけど、58度を56度にしてる理由はバンス、まあ角度ですよね。多分その方が、まあそういうダフリとかアプローチのダフリとか、58の方がダフりやすいじゃないですか、どう考えても。56度より、そういうダフりとかだと思いますけどね。どうしようと、その距離じゃないと思います。
ぶりバンスですかね。ゆちゃん最高っていうコメントが来てます。オノフは2002年から発売当初から人気で優しいクラブだったよな。もう16代目の16年経つんですよね。2代目ゼクシオ発売当時だからほんと長く愛されています。よくゼクシオと比較迷われるブランドでした。そんなオノフがカスタムできるブランドになったんだなって思うとすごいことです。リサさんの46インチほんとすごい。男性でも使いこなせない長さですよ。勉強になるな。リサちゃんねほんとすごいんですよ。なかなかでも最初ねすごいチーピン打ってて、46インチにした時にチーピンっていうかすごいドロー、超バナナバナナボールって感じだったんですけど、もうすっかりあのコントロールでいいドロー、弾道も高くなってすごいいいドローが最近は出てますね。46インチについてのコメントたくさん出てますね。鍛えているから女子でも46インチが振れるんだね。相変わらず安定したスイング、はい。以上ね、あのリサちゃんとあのオノフの動画をやったやつの最初の動画のコメントなんですが、本当にあのリサちゃんとゴルフするようになってもう2年かな、2年になるんですが、すごくあの勉強になりましたし、たくさん刺激ももらって、私がゴルフに対して頑張ろうって思えたのはリサちゃんに出会ったことも一つでもあります。また来年もリサちゃんたくさんもちろん出演してもらうので、皆さんぜひ来年の動画を楽しみにしていてください。では今回の動画は以上になります。皆さんチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。